最後のね、そうですね、どうでした、どうでした、みんな、楽しかった、いや、楽しかったっすね、時間足りないよね、いや、時間足りないです、もったいないですもん、ゴールの良さ、やっぱりね、営業の時間全部使いたいぐらい、使いたい、全部使いたい、使いたい、新しい、こっちで営業したいから、でね、やっぱりね、やっぱそんな感じで、やっぱりね、今年もいい感じで終われたらいいですね、もうあと少ししかないけど、あと4日だから、で、いい気持ちよく終わって、来年も、確かに、ね、気持ちいい感じで、どんどんやっていくんで、で、そんな感じで告知します、はい、そうよいしょ、なんとなんと、やっていきますね、そしてね、次回のエアグルジャックは1月の23日火曜日、ね、25時30分から、営業マンですね、エニーさん、よいしょ、エニーさんで、エニー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 さん来るんで、本当にね、よかったよかったら、もうみんな全然チェックしてください、お願いします、そしてね、次にね、来月のゴールドのイベント、おい、1月5日はね、やっぱり新年明けましょう、どうぞ、鏡割りイベント、イエーイ、鏡割りイベント、今夜って日本中バーだったらもう、はい、もう本当にね、みんなベロベロになっていい新年迎えましょう、本当にスタート大事、スタート大事、そしてね、1月13日お、これはね、みんなが待ってたんじゃないでしょうか、あの男、あの男、誰だよ、あの男ですね、誰だよ、結果残ってる、やりたい、やっぱりね、これでね、やっぱケイさんみんなでお祝いできて、本当にハッピーになりたいね、みんなでどしどし、どしどしどし、いいよ、待ってます、いい誕生日にしてあげましょう、入場制限が2回ぐらい来てくれ、頼む、いいですね、そして、ね、1月の27日エアグルパーティープラスプラスカオル代表パス、いやもう我らがボス、ね、もうボスのバースデーなんで、本当にどうしても、タル持ってきちゃいましょう、やつにタル持ってきちゃいましょう、タル持ってきちゃいましょう、そんな感じでね、間違いないです、はい、やっぱりね、最後のヤグルジャックだったんですけど、はい、来年もね、いい1年、ね、1年になるように、みんなでね、頑張って頑張っていきたい、グループナンバーを取りましょう、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、